何急に。これ見ただろ。今回は絶対勝てるから。これ以上君を拘束していくのは少年法の理念に全く沿ってない。娘を殺されて今こうやって犯人であるあなたの社会復帰について話してる。控訴事実、被告人福田香奈当時17歳は樋口恵美当時17歳に対し複数回刃物で切りつけ殺害した。彼女は刑務所で罪を償うべきです。子を持つ親にしか分からない感情だと思っています。私も明日行いは動く残忍な行いでした。間違った正義のために二人の人生を台無しにするようなことがあってよいのでしょうか。その質問については正直にお答えください。あの弁護士に洗脳されてんだよ。彼女が真実を言ってる可能性もあるって言ってるだけじゃない。今こそ法の下に正しい判決を下すべきだと思います。私の娘はもう戻ってこないんですよ。ですから被告人には当初の判決を全うする義務があるのは当然でしょう。私もう耐えられそうな。僕たちはうまくやってたんですよ。あんたがこんなことに巻き込むまでは。お前のうちらの娘の話だよ。今後も服役していくより自由な身になって社会の役に立てればと思っています。嘘つくなよ。